先生、こんにちは。あ、のりこさん、こんにちは。のりこさん、一緒にフットボールをしない？え、なに？バスケットボールですか？はっはっいいえ、フットボール。フットボールですか？フットボールはちょっと、私はバスケットが好きです。ああ、フットボールは好きじゃない？私はバスケットが好きです。じゃあバスケットね。バスケット？いいえ、バスケットじゃなくてフットボールですよ。のりこさんはバスケットボールが好きじゃないの？もう好きじゃないです。フットボールが大好きです。あ、皆さんこんにちは。こんにちは。皆さん、今日もスポーツをしますよ。 And we're going to find out what you can do and what you can't do. じゃあ、誰かバスケットボールをしませんか？はい。あ、パトソン君、どうぞ来てください。じゃあ、パトソン君、頑張って。皆さんも言ってください。頑張って。頑張って。おー、できませんね、できません。どうも、パルソンからの。じゃあ、次、誰かしませんか？はい。あ、スーサンさん、どうぞ来てください。じゃあ、皆さん頑張って。スーサンさん、頑張って。おー、できませんね。スーサンさん、どうも。じゃあ、この人たちを見てください。スーサンさん、呼んでください。できます。そうです。できます。私もできますよ。じゃあ、見てください。じゃあ、もう一度。すみません、できません。できます。ゴルフができます。私もゴルフができますよ。パルソン君、できません。あ、そうですね。できません。ゴルフはできません。じゃあ、この人を見てください。できます。テニスができます。私もテニスができますよ。キース君、できません。できませんね。テニスはできません。 Use the particles が and は with できます in the same way you use them with 好き and あります and います。じゃあ、このスポーツを見てください。ドンさん、この人は何ができますか？野球ができます。そうですね、野球ができます。ドンさんも野球ができますか？あ、いいえ、野球はできません。できませんか。じゃあ、次のスポーツを見てください。次は日本のスポーツですよ。
皆さん、このスポーツは何ですか？わかりますか？柔道です。そうです。柔道です。この人は、じゃあ、スズさんどうぞ。柔道ができます。はい、そうです。柔道ができます。スズさんも柔道ができますか？柔道はできません。ああ、できません。じゃあ、誰か柔道ができますか？はい。あ、できますか。あ、キース君、柔道ができますか。すごいですね。じゃあ、次のスポーツを見てください。このスポーツは何ですか？わかりますか？相撲。そうです。相撲です。この人は、じゃあ、パルソン君、どうぞ。相撲ができます。はい、そうですね。相撲ができます。パルソン君も相撲ができますか？あ、いえ、相撲はできません。できませんか。じゃあ、次のスポーツを見てください。皆さん、このスポーツがわかりますか？空手。そうですね。このスポーツは空手です。空手じゃないです。空手は日本語で空手と言います。空手です。この人は、じゃあ、ドンさんどうぞ。空手ができます。そうです。空手ができます。ドンさんも空手ができますか？いいえ、空手はできません。ああ、できませんか。Of course, there are other things you can do or can't do besides sports. Keith 君、この科目は何ですか？数学です。はい、数学です。じゃあ、Keith 君、数学ができますか？いいえ、数学はできません。ああ、できません。じゃあ、これは、イタリア語ですね。じゃあ、誰かイタリア語ができますか？はい。あ、パルソン君、イタリア語ができますか？イタリア語ができます。あ、そうですか。いいですね。じゃあ、come ti chiama? Mi chiamo Patterson. Oh, それかな? Vivo qui ad Atlanta ed anche studio all'Università di Georgia Stato. Oh, すごいですね! Patterson 君、どうも! じゃあ、この人は何ができますか?テニスクラブ、野球クラブ、フランス語クラブ、どれがいい？こんにちは。1年生？はい、そうです。あ、そう、僕3年生。フランス語クラブの武田です。あ、そうですか。フランス語クラブの武田先輩ですね。フランス語クラブどう？フランス語クラブですか？ああ、フランス語はダメです。できません。あ、そう。できない。ええ、できません。全然できません。じゃあ、バスケットクラブはどう？え？僕、バスケットクラブの伊藤だけど。はい、これバスケットクラブですか？そう、楽しいよ。でも、私バスケットはあんまりできません。大丈夫、大丈夫。で、でもじゃあ、柔道はどう？え、柔道？そう、柔道クラブ楽しいわよ。あ、私、柔道もえ、できない？少しできます。でも、じゃあ、柔道クラブにいらっしゃいよ。ダメダメ。バスケットボールクラブ。え？
Japanese tend to play down their own abilities, saying things like, 少しできます, even if they're good. So perhaps you can imagine what they would say if they really could only play a little. でも、私、バスケットはあまりできません。あまりできません。And how about if they can't do something at all? Don さん、どうぞ。全然。そうです。全然。全然できません。私はバスケットボールが全然できません。フランス語はダメです。できません。あ、そう。できない。ええ、できません。全然できません。Well, I know you won't be surprised to hear that your sensei can hold his own pretty well in quite a few things. What's that? 何ができますか? Hmm. 皆さん、私に聞いてください。何ができますか? Oh, 私ですか? 私はスポーツができます。じゃあ、スーズンさん、私に聞いてください。フットボールができますか?はい、少しできます。じゃあ皆さん、見てください。はい、はい、ここ。おお、おお、どうですか私はフットボールができますか、パルソン君。いえ、フットボールは全然できません。全然。じゃあ、キース君、私に聞いてください。野球ができますか。はい、できます。Strike one. Strike two. Strike three. He's out of there. Sumimasen. Oh, 遅いです。じゃあ皆さん、どうですか?私は野球ができますか?キス君。野球は全然できません。でも、じゃあ、スーズンさん、聞いてください。スーモができますか?はい、できます。はい、できます。どうですか?私は相撲ができますか?スーズンさん。相撲ができます。
そうですね。相撲ができます。私はスポーツができますね。じゃあ皆さん、さようなら。さようなら。カタカナです。あ、い、う、え、お、か、き、く、け、こ。それから今日のカタカナはさ、し、す、せ、そ、さ。It's a soccer game and this is a soccer goalpost. さ、さ、し。In katakana doesn't look anything like she in hiragana. But she has a peculiar smile. How do you know it's she? Because she has long hair. She. Sa. Soccer. Sa. Su in katakana. Su in hiragana.In hiragana, Su was a superhero flying across and down and around. Su in katakana is the same superhero, but now he's walking. Su. Se. Katakana se sort of looks like hiragana se. You can say that again. Se.She has a peculiar smile. She. So. So in hiragana looked like sewing. So in katakana also looks like sewing. So. Se. You can say that again. Se. Su.It's a superhero. Su. So. Sewing. So. Sa. Shi. Su. Se. So. じゃあ皆さん、カタカナを読みましょう。今日はドンさんがカタカナを読みますよ。トンさん、こんにちは。こんにちは。じゃあ、どうぞ。す。はい、すです。どうぞ。ず。はい、ず。どうぞ。あ、せ。あ、さ。はい、さです。はい、どうぞ。ざ。はい、ざ。どうぞ。せ。はい。どうぞ。ぜ。はい、ぜ。どうぞ。し。はい、しですね。どうぞ。じ。はい。どうぞ。し、じえ。いえ、これは小さいえ。A little え next to G makes... じ。じ、はい、そうです。じ。As in this name. どうぞ。ジェシカ。はい、ジェシカ。ジェシカさんです。That's how we write Jessica in katakana. G and a little e makes J, a sound that doesn't exist in hiragana, but you can make all kinds of sounds like that in katakana. G and a little e makes J. Jessica. じゃあ、どうぞ。さ。いえ。そ。そ。はい、そうです。そ。どうぞ。ソーセージ。はい、ソーセージです。トンさん、ソーセージいかがですか？あ、結構です。はい、ソーセージです。じゃあ、どうぞ。あ、さ、さ、さし。いえ、しじゃないです。それは小さいつ、a little つ、which has no pronunciation by itself, but makes さ。さ。
ッカー。サッカー。With a line after it. はい、サッカー。サッカーです。じゃ、どうぞ。サッカーができます。はい、サッカーができます。ドンさんはサッカーができますか？あ、サッカーが少しできます。あ、少しできますか？私もサッカーが少しできます。じゃあ、ドンさん、よくできました。Oh, there's that word again. The past tense of できます。よくできました。さようなら。さようなら。Today on いらっしゃい、we learned how to ask and state ability. できます。少しできます。あんまりできません。全然できません。フットボールができますか？はい、少しできます。フランス語はダメです。できません。あ、そう。できない。ええ、できません。全然できません。Well, are you ready to hit the court? バスケットボールのチームに入ります。あ、のりこさん、バスケットボールができる？いいえ、全然できません。でも、柔道ができますよ。キム先生は柔道ができますか？私？いいえ、全然。